超満員の東京競馬場、世代最強を決めるべくスターホースたちが集結しました。最高名誉日本ダービーが間もなくスタートです。スタートしました。5頭ほとんど差がないスタート。まずは先行争い、3番ベルビルジョーカー先頭を伺います。2番手2番ファイブゴールド、5番ポルトロードンユ好位をキープ、4番ドバイユウィングス、1番名勝サムソン後方。各馬1コーナーに入っていきます。5頭各馬一段となっています。先頭は依然ベルビルジョーカー、後ろに5番ポルトロードンユ、4番ドバイユウィングス好位をキープ、内抑えて2番ファイブゴールド、最後方1番名勝サムソン、先頭は依然ベルビルジョーカー。これからバックストレッチに向かいます。後ろに5番ポルトロードンユ、4番ドバイユウィングス好位をキープ、内抑えて2番ファイブゴールド、最後方1番名勝サムソン。1000m の通過タイムは1分1秒4。先頭は変わらずベルビルジョーカー、後ろに5番ポルトロードンユ、4番ドバイユウィングス好位をキープ、内抑えて2番ファイブゴールド、最後方1番名勝サムソン。先頭は変わらずベルビルジョーカー、後ろに5番ポルトロードンユ、4番ドバイユウィングス好位をキープ、内側2番ファイブゴールド。5頭大欅の向こうを通過、外から上がるのは名勝サムソン、先頭は変わらずベルビルジョーカー、後ろに5番ポルトロードンユ、1番人気ベルビルジョーカー現在先頭。長い府中の直線 500m に入ります。ベルビルジョーカーどうか、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭ベルビルジョーカー、そして名勝サムソン、わずかに先頭はベルビルジョーカー、迫る名勝サムソン、残り200を切った。名勝サムソン捉えにかかる。ベルビルジョーカー後続を離していく。ポルトロードンユいい足で伸びてきた。ポルトロードンユ差し切って合理、勝ったのはポルトロードンユ、鞍上はクリストフルメール騎手。